この動画では大型オーニングリパーログランデを導入いただいた施設様のインタビューを中心に製品の特徴、導入理由、設置状況などをお届けします。信州安曇野の自然が満喫できる安曇野穂高ビューホテル、日常の喧騒を忘れ清々しい森の中で癒しのひとときを過ごすことができるリゾートホテルです。ホテルでは地元の食材をふんだんに使用した朝食が人気。今回導入のオーニングもホテルレストランのテラス席で使用されています。今回安曇野穂高ビューホテルに導入いただいたのは高野のオーニングのリパールグランデ、6m×6m のビッグサイズ、かつてない大きさで屋外シーンに新しい可能性をプラスできるオーニングです。分割開閉仕様なので日のまぶしいスポットにはオーニングで日陰を、残りのお席では晴れやかな空を楽しむという使い方も。操作は簡単なロープ操作です。安曇野穂高ビューホテル営業宿泊支配人藤沢様にお話を伺いました。高野のオーニングを知ったきっかけを教えてください。まあ、小さいパラソルですと、まあ、自然の中の環境ですので、どうしても風が吹いた時にですね、パラソルが飛ばされたりということで、お客様の安全を最優先に考えまして、オーニングをやっぱりこう導入したいなと思って、同じ県内に、オーニングをお作りになられている企業様がありましたので、お声掛けをさせていただいた次第です。東京で行われたホテルレストランショーで、拝見をしてお声掛けもさせていただいてました。リパーログランデを選んだ理由を教えてください。お客様の安全を最優先に考えまして、コンクリートの中に埋め込みできる、リパーロでしたら、まあ、安全性が確保できるかなということで、そちらの方を導入させていただくことで、決めさせていただきます。リパーログランデ導入時の思いを教えてください。当社が一番力を入れているのが朝食でございます。で、朝食のバイキングの会場からすぐテラスに出て、やっぱり安曇野の自然の中でお客様にゆっくり、朝食バイキングを召し上がっていただきたいという思いから、リパールを増大したいという気持ちがあったのが一つと、もう一点は、コロナ禍において、レストランの3密の改善ということで、お客様がレストランで、密にならない、状況を作りたいと思いまして、テラスへの移動を促すためにリパラの方を導入を実施させていただきました。キャンバスは望遠のプレコントラン、メタリックカラーのオータムを選んでいただきました。このカラーを選んだ理由を教えてください。そうですね、キャンバス生地につきましては、まあ、まず一つはやっぱり汚れがつきにくい、汚れが見えにくいものの素材を検討いたしまして、自然の中の景観でしたので、まあ、最初はグリーンとか、にしようかなという意見も出てたんですが、やはりちょっとホテルのイメージ、まあ、高級なちょっと思考もありましたので、今回ゴールドの発色にさせていただいて、まあ、非常にその色目もですね、4階の客室等から見てると綺麗に見えて、お客様からも本当に好評をいただいております。リパーログランデの使い勝手はいかがでしょうか。以前より導入していたパラソルに比べますと非常にスムーズに開閉ができるものですから、女性スタッフも苦なく、簡単に開け閉めできて、スタッフ使用しているスタッフも、みんな使いやすいということで、非常に好評でございます。リパーログランデ導入後、お客様とスタッフの皆様の反応はいかがでしょうか。
まずお客様ですね、当館やはりリピーターのお客様も非常に多くございまして、テラスが新設されて、新しいオーニングが入って非常に居心地が良かったということで、たくさんのお喜びの声を正直いただきました。で、当社スタッフもですね、やはりテラス特に朝食の部分に力を入れているということは、社員一同認識しておりますので、そこにおけるテラスの新規リパールの新設ということで、スタッフも期待を持ってですね、お客様にご案内したところ、さまざまなお客様からのお喜びの声を頂戴しているということで、スタッフみんなも今喜んでいる状況でございます。今回導入いただいたのは大型オーニングリパールグランデ、6メートル×6メートルのビッグサイズ。かつてない大きさで屋外シーンに新しい可能性をプラスできるオーニングです。使い勝手のいい分割開閉仕様、操作は簡単なロープ操作です。広いテラスを1台でカバーできること、少ない柱でゆったりとした空間作りが可能であること、転倒の心配がなく安定していることが導入の決め手となりました。安曇野穂高ビューホテル様、ありがとうございました。